視聴率 25.3%、 キュートな男装ヒロインとイケメンツンデレ皇太子の運命の恋、パクボゴム、キムユジョン、 BY4 ジニョン、クアクドンヨン、韓国中でクルミシンドロームを巻き起こしたときめきのナンバーワンシンデレララブコメディ、雲が描いた月明かり、衛星劇場でアンコール一挙放送スタート。